従来の保存療法をやるよりも広い視点を持って人間の体っていうのを捉えていかないといけない。股関節専門チャンネル、ヒプチューバー太陽です。皆さん、足が痛くて困ってますよね。股関節が痛くて悩んでますよね。自分で治そうとご自宅でセルフケアも頑張ってると思うんです。皆さん、どんなセルフケアをしてるでしょうか？ほとんどの方が足の筋トレだったりとかマッサージだったりストレッチ、足のセルフケアをやってると思うんです。でもこれってまずいんです。そのままのセルフケアでは股関節の痛みが取れないからです。つまり痛みが取れないということは手術を受けなきゃいけなくなってしまうということですね。なのでそういった未来が訪れないように、このセルフケアの内容というのを見直していかないといけないんですね。何を見直さないといけないかっていう話を今日はしていって、後半は実技で紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。もしまだチャンネル登録をしていない方がいらっしゃいましたら、下の方からチャンネル登録をお願いいたします。そして私は仙台と札幌に出張施術に伺っております。こちら2カ所でもし施術を受けたいなという希望の方いらっしゃいましたら、下の概要欄というところに、ね、LINE のリンクがありますので、そちらをポチッと押していただいて LINE に登録して私の方にその旨伝えてください。詳細をこちらから送りますのでよろしくお願いいたします。実はこんな研究結果が出たんですね。それは何かというと、従来の保存療法、足の筋トレメインの保存療法、それよりももっと効果がある保存療法が、研究結果が出たんです。これは何かというと、従来の保存療法をやるよりも体幹の筋トレをした方が股関節の痛み軽減に効果が出たよっていう研究結果が出たんです。体幹筋というのは何かというと、お腹の筋肉になるんですね。お腹の筋肉の筋トレをした方が、足のもも上げとかスクワットとか横上げとか、こんな筋トレをするよりも効果が出ますよっていう結果が出たんです。結構驚いたんじゃないですかね。これね、腹筋運動をひたすら頑張ればいいかっていうと、そういったもんじゃないんですね。お腹の筋肉といっても一つではないわけです。有名なシックスパック、これ腹直筋という正式名称で言いますけど、腹直筋っていうのはこの真ん前だけなんですね。でもお腹の筋肉って脇にもあるんですよ。この脇の筋肉っていうのは三層構造になっています。この三層構造を説明していきます。こちら絵を描いてみました。これ体の前から見た図です。このような位置ですね。腹筋のところの絵を描いています。この黒い横線は肋骨です。肋骨、あばら骨ですね。下はこれ骨盤ですね。骨盤、ここの空白の部分、ここにシックスパックがあります。シックスパック、お腹の腹直筋ですね。先ほど言った脇腹の筋肉を三層構造を説明していきたいんですけども、一番外側に、この外というのが外腹斜筋というものですね。外腹斜筋が脇腹の一番表面に外腹斜筋があって、その外腹斜筋をペラペラペラっとめくると、今度は内って書いたのは内腹斜筋、内側の腹斜筋っていうのがあります。その内腹斜筋をペラペラペラっとめくると、この赤線で書いた筋肉が見えてくるんです。これが腹横筋と言います。腹横筋の横は横という感じですね。横向きに筋肉の繊維が走っています。この腹横筋が今日の話の目玉になります。この腹横筋がとても股関節の痛みと関係が強くて、ここがしっかりと働くかどうかっていうのがポイントになってきますね。皆さんの中には鼠径部でコマネチライン痛い方たくさんいらっしゃると思います。そしてお尻が痛い方もうたくさんいらっしゃると思うんですね。こういった鼠径部とかお尻の痛みが腹横筋に大きく関係しています。この腹横筋の筋力が低下する、つまりうまく力を発揮できない状態になってしまうと、鼠径部が痛みます。腹横筋というのはどんな役割があるかというと、骨盤の安定化に働くんですね。つまりここの骨盤が安定してくると、仙腸関節というお尻にある関節も安定してきて、そうすると仙腸関節周りについているお尻の筋肉の痛みも改善してくるんです。だからこの腹横筋はすごく股関節の痛みに重要な筋肉、ここがしっかりと働いてくれるかどうかっていうのが大切になってくるわけです。
一番奥にある腹横筋の活動が下がってしまうと、先ほど説明した内腹斜筋、外腹斜筋という外側にある筋肉たちが過剰に働いてしまうんですね。このバランスがすごく悪いわけです。この腹横筋をしっかりと働かせるためにはどうすればいいかというと、肋骨がちゃんと動く必要があるんです。変形性股関節症の人の特徴として、肋骨の動きが悪い、あるいは肋骨がちゃんと動いていないっていう方が多いんですね。ここがしっかりと動いてくれないと、腹横筋がうまく働いてくれないんですね。皆さん、股関節の可動域が狭くて困っていると思うんですけども、股関節の可動域っていうのは骨盤も一緒に動いてくれないとなかなか可動域が広がってこないですね。例えば屈曲という持ち上げる動き、この動きも単純に股関節だけが動いてるんではなくて、骨盤の後傾という後ろに傾く動きも入って、複合運動でももっていうのは持ち上がってくるんです。ですから骨盤が動かないといけない。骨盤が後傾するためには背骨は丸くならないといけないですよ。なので背骨もしっかり動かないといけないし、背骨が丸くなるためには肋骨もヒュッと丸くならないといけないですね。ですから股関節の可動域を上げたいんだけれども、そこだけ注目してちゃダメなんです。骨盤も注目して、そこからつながってくる背骨とさらには肋骨までしっかり動くようにしていくことによって、股関節の可動域はさらに上がっていくわけです。こういった広い視点を持って人間の体っていうのを捉えていかないといけない。この肋骨っていうのは動きにすごく特徴があって、上の1個目から下の12個目まであるんですけど、上半分と下半分で動きが違うんです。この上半分っていうのは上下に動きます。肋骨がこう動いて下がって上がって下がって、このような動きをするんです。下半分はどっちかというと横に広がって閉じる、こういった動きなんですね。ですから上と下で肋骨の動きっていうのは違うんですよっていうのは一つ頭の中に入れておいてください。そういったのを踏まえながら、この後腹横筋を活性化させて肋骨を動かしていく自宅でできるセルフケアをやっていきます。まず一つ目やっていきますけれども、この一つ目の動きの中に丹田の動きが入ってきます。丹田のレベル1ですね。もしわからない方は、私の動画の第100回の動画の一番最初に出てくる一番簡単な丹田の動き、これは理解しておいてほしいと思います。ではやっていきます。仰向けに寝て膝は立てます。膝の間は拳が1個入るぐらい開けましょう。この状態で胸の下の肋骨、ここに手を当ててください。変形性股関節症の方は他の方よりもこの肋骨が上がっている状態の方がすごく多いんですね。ですから腹横筋が効きにくくなっています。このため肋骨をしっかりと下げるように手を使って誘導していきます。この置いた手をぐっと下に向かって骨盤の中に肋骨を入れ込む感じです。ここからぐーっと絞ります。下に下げていく感じ、これをやっていきます。これを呼吸と合わせてやっていくわけですね。ですから肋骨の動きも作っていくし、腹横筋の筋トレにもなるわけですね。まずは5秒かけて鼻で吸って、その後口で7秒かけて吐いていきます。5秒吸って7秒かけて吐いていく、その吐いていくときにこの肋骨を押し下げます。吐き切ったところでさらにおへその下5センチのところの下腹部を固めます。その固めるときに腰骨でベッドを押し付けます。ぐーっと押してますね。これが丹田です。5秒吸って胸に空気入れ、7秒かけて口で吐きながら手で肋骨を下ろす、そして下ろして吐いたら丹田を入れていく、下に腰骨をベッドに押し付ける、これが一連の流れです。まず最初、鼻で息を吸って5秒間で息吸って胸に空気を入れていきます。そしたら7秒かけて肋骨を下方に押し下げながら息を口で吐いていきます。7秒かけます。吐いたら丹田に力を入れます。これが一連の流れです。これを10回やってみてください。2つ目は四つ這いでやっていきます。以前紹介したことあるヨガのキャットポーズの応用版になります。四つ這いになっていただいて、肩の下に手首、股関節の下に膝、そして90度曲がる形をとってください。この状態で先ほどやった呼吸をします。まずは背中を丸めるときに
鼻で息を吸います。で今度背中を反らします。反らすときには口で吐きます。そしてこの後背中から頭までを一直線のところで止めます。この時しっかりと手は伸ばしておいてください。手のひらはパーです。この状態で息を吐きます。吐いたら片手をまっすぐ伸ばします。この時の注意点ですが、片手を伸ばした時にこの背中とかが傾いたり斜めになったりしないように、背中は一直線のままで手のひらを内側に向けて可能な範囲で伸ばします。5秒止めたら戻します。もう一度丸めて鼻で息を吸って、反らして口で息を吐いて、そしてまた中間に戻して背中真っ平らにして顎を引いた状態で息を吐きます。吐いて肋骨を締めたら反対の手を伸ばします。これを10回、右5回左5回ですね、やってみてください。最後の3つ目は横向きでやっていきましょう。両足を重ねていただいて、股関節90度、膝関節90度曲がるように寝てみてください。下になっている手で膝を上から押さえつけます。これは運動中に足がこのように前後にずれないようにするために押さえつけます。そして反対の手は頭の上に、そして呼吸法は今までと同じで5秒かけて吸って7秒かけて吐くんですけども、まず7秒かけて吐くときにこの肘を後ろに引きます。肋骨を開くんですね。そしたら今度は体を縮めます。ぐっと肘が膝の方に行くように丸めます。そしたら元に戻る。これが一連の動きです。5秒かけて鼻で吸って、吸い終わったら7秒かけて開いて閉じて戻る。この開いて閉じて戻る間は常に口から吐いておきます。開くときに足がずれたり骨盤が傾いたりしやすいので、ここをずれないようにするのが一つのポイントになります。このような形で5秒かけて吸って、7秒かけて開いて閉じて戻す。この動作を10回やってみてください。最後まで動画付き合っていただいてありがとうございます。下の概要欄に、ね、私の方で書いている LINE マガジンに登録するリンクがありますので、ぜひ概要欄からそちらをクリックして1分ではアンケートに答えていただくと、毎日毎日皆さんの役に立つ股関節の痛みを改善するための必要な知識を書いた LINE マガジンが届くようになりますので、ぜひこれ無料なので受け取っておいてください。では皆さん、今日のセルフケア頭に入れてしっかりと自宅で毎日やっていってください。では終わりましょう。お大事にしてください。その何を見よう、下になっている手で上から